岩瀬尾山古墳群は、香川県高松市峰山町、室町、宮脇町、西春す町、鶴市町、西宝町にわたる、岩瀬尾山海上に所在する関石,石塚を特色とする古墳群。国の史跡に指定されている。本古墳群は、高松市街地にある標高、約232メートルの岩瀬尾山丘陵上に、所在し、200基を超える円墳や石石塚や、 森土墳が築造されている。関石塚は4世紀から5世紀のものである。5世紀末頃から約100年ほどの間、この地で古墳は作られなくなり、横穴式石室を有する森土墳が作られるのは6世紀後半から7世紀前半にかけてである。1934年1月に関石塚の石船塚が単独で国の史跡に指定。 1985年7月に周辺の古墳が追加指定され、史跡の指定名称が岩瀬尾山古墳群に変更された。この時指定されたのは、関、石塚の北大塚古墳、北大塚東古墳、北大塚西古墳、京塚古墳、小塚古墳、姫塚古墳、猫塚古墳、古墳岩瀬尾山9号墳、森土墳の岩瀬尾山2号墳、岩瀬尾山13号墳である。 さらに、東南の尾根城にある、鶴尾神社4号墳の確認調査が1981年に行われ、1989年8月に追加指定された。以上により、国の史跡、岩瀬尾山古墳群は、関石塚10基、森土墳2基の、計12基となった。2018年10月には、東海山地区にある4基の古墳が追加指定された。 東海山北大古墳は、類例の少ない双方中円墳である。墳球の形状は多様である。関、石塚の内猫塚古墳、京塚古墳、東海山北大古墳が双方中円墳、北大塚東古墳が、高墳、東海山南塚北古墳が円墳、その他は、前方後円墳である。墳球はどれも安山岩を積み上げて構築されている。 猫塚は大規模な洞窟を受け、中塩部に作られていた旧基の縦穴石室から、多数の副葬品が検出された。内向家紋鏡など同郷5面、銅剣17、道矢尻8、壁玉製意識四郎筒形同期3、鉄剣4、鉄属3、鉄刀、鉄譜などの鉄製品4点、弾き壺1である。出土品の大部分は1912年。 東京博物館に買い上げられている。鶴尾神社四号墳から出土した銃、大宝格菊子神経の破片は、梅原松次が岩瀬尾山古墳のいずれかから出土した鏡の欠損部分であることが分かり、この古墳が最古式と位置づけられた。石船積もる石塚からは、栗抜き式石棺が江戸時代に出土しており、副葬品については明らかでない。 石棺の南西約3.5メートル地点から縦穴式石室が発見され変形新住居を一面が出土している。石室の長さは1.78メートル、幅44センチである。ありがとうございます。